ソシミはイタリアに拠点を置いていたミラノの製造会社。路面電車や地下鉄の列車のメーカーだったが、トロリーバス用の牽引モーター、モーターバスやトロリーバス用のボディ、ライフルなどの武器も製造していた。同社は1969年にアレッサンドロ・マルゾッコによって設立されたが、1992年の マーニプリーでのスキャンダルへの関与により1994年に破産を宣言した。ソシミはカリアリ、ミラノ、モデナ及びサレルノのトロリーバスシステムを手掛けた。同社はトラムに路面電車を供給し、フランスのストラスブール路面電車用のユーロトラムの開発でボンバルディアトランスポーテーションと協力した。 ソシミが製造した大型鉄道車両としては、フェロービーノールミラノの FNM ソシミコーチや台湾、鉄路管理局で自強号として運用された EMU300 型がある。ソシミ 99mm タイプ 821SMG ソシミは1980年代にソシミタイプ821サブマシンガンを生産した。ウィキメディアコモンズにはソシミに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。